はい皆さんこんにちは今回も、えー、ツイッターで頂い,いたコメントですねに回答していきたいと思います今回はこちらですね HY さんから、えー「ブラストとハイパー G だとどっちが硬く感じました」というコメントですね、えー、もうツイッターの方にはあ返信はしてあるんですけれども、えー、せっかくの機会ですので、えー、今回はこの動画の方でも解説をしていきたいと思います まあ RPM ブラストとハイパー G ですね。どっちが硬いかっていうところの切り口で解説していきます。でどちらもですね、まあ人気の高級ポリっていうイメージを僕は持ってますね。まあブラストで言えばナダルとかソンが、えー、ハイパー G だったら国枝選手だったりとか、あとはまあ引退しちゃいましたけどブライアンズとかが使っていて、えー、っていうまあ人気のポリなんですが、まあ。 打感に関しては全然別物かなというふうに考えてます、えー、なのでまあ今回はですねこの2つの性能の違いだったりとか選び方について語っていきたいと思ってますはい。で最初に少しだけ自己紹介させてください、えー、トゥルーマンと申しますアドブロっていうテニスのブログを運営していまして、えー、これまでにストリングは70種類以上かなインプレの記事作ってきました 今回はですねこの頂い,いている質問に対して僕の感覚をベースにして回答していきますのでまあストリング選びの一つのねヒントとして、えー、是非最後まで見ていただけたら嬉しいですというところですね、はいえー、まず結論からいきましょう、はいえー、僕はですねブラストの方が硬く感じます でイメージというかですね、僕の感じたフィーリングとしてはですね、ブラストはインパクトの時の変形量とかあーホールド感っていうのが少し控えめだなというのがあってまあ結果として割とちょっとこう硬い感じがするのかなというふうに思いますでハイパー G はそれとはちょっと違って変形とこうホールド感っていうのが強めなのでまあ柔らかく感じるかなというところですね。 でただ手応えはちょっと重たかったりするのでうんまあそこも含めてブラストとハイパー G って結構違うなと思ってますはいなどっちもこう多角形ポリっていう同じカテゴリーにはあるんですが、まあ、使ってみると別物っていうところかなと思ってますはいでえここからそれぞれのメリットデメリットですねえデメリット入れてなかったですねデメリット を解説していいいきたいと思いますまずは RPM ブラストですね、えー、さっきも言った通り打感は割としっかりしてているタイプのストリングになってますはい、でしっかりしてるからこそこうエネルギーがしっかり伝わるので、えー、スピードが出しやすい急速が出やすいっていうところかなと思ってますで高角形ではあるんですけれどもあんまり角を感じないぐらいのタイプなので、えー、引っ掛けるっていうよりもむしろこうストリングが よく滑る、まあ、シリコンも、えー、コーティングされているのでスナップバックがすごい起こりやすいストリングだと思うので、えーまあ、回転がよくかかるかなと思います。はい、で打ち出しの角度は、まあ、その分そこまで高くはないかなと普通か、まあ、少し上がるかなっていうぐらいかなと思います。でデメリット メとして挙げられそうなのはやっぱりそのしっかり感があるがゆえに少しこうフレームとの組み合わせによっては硬く感じやすいかなというところだと思います一方のハイパー G のメリットデメリットも考えてみましたハイパー G に関してはまずはやっぱりホールドする感じ特に太いゲージはここが強く感じられるっていうのがメリットかなと思います でえー、コントロールしやすい、まあ、そのホールド感があるので、まあ、球が暴れにくいっていうところもありますね。で、えー、角も結構しっかりしているので打ちち出しのの弾道角度っていうはは持ち上げやすさ、まあ、上げやすさはあります一方で、えー、弾道も上がるしホールド感も結構あるしなので、えー、スピードですねまっすぐなスピードのに関して言うとそれほど出しやすいストリングではないなと思ってます。はい まこれらを踏まえてですねじゃあこの2つどう選び分けようかなってなった時には僕としてはですねまあ、スピードとスピン量っていうのを優先するのであればブラストでインパクトの時のマイルドさだったりとかボールのその高低差を使いたいっていう時はハイパー G っていう感じかなと思います。はい。 まだお会いしたことはないんですけれども僕より多分ねあのシングスピード速いんじゃないかなと勝手にあの想像してますなので正直どっち使ってもまあまあその感触のところ以外性能的に問題はないんだろうなと勝手に予想はしてますでただまあもちろん人やねラケットの違いで硬いとか柔らかいとかっていう差が出てくるので まあ、あくまでも一つの参考としてこの選び分けっていうのを基準を作ってみました。て、はい、まあブラスに関して言うとスイングスピードを生かして、えー、まあ球威を上げるっていう使い方に向いてるんじゃないかなと思います。で一方でハイパー G はですねピュアドライブとかもっと、えー、パワフルなラケットと相性がいいかなと思います。僕の周り見ててもですねハイパー G 使ってる人は本当に 黄金スペックとかそれよりももっとパワーのあるラケットと組み合わせてたりとかっていう人が非常に多いのでまあラケットのパワーは割としっかりあってそれをストリング側で少しセーブするようなイメージの使い方っていうのがポピュラーなのかなというふうに感じてます。なのでえーやっぱりちょっと用途が違いますよねっていう気がします。はい 9位、えー、を上げたいブラスト逆にこう、えー、少しセーブさせていきたいハイパー G みたいなイメージかなと思いますはいで僕 CX の200の無印にハイパー G130 貼ったんですけどやっぱりね飛ばなかったですねあんまりしなやかなラケットに貼っちゃうと、えー、厳しいかなと思いますはいじゃあ今回のまとめですねえー、ブラストとハイパー G どっちが硬いのか といいうコメントたただきましたで僕はですすねブラストの方が硬、えー、く感じますでこの2つカテゴリーとしては、まあ、同じなんですけれども使ってみると感触全然違いますよねっていうところですね。でまあ選び分けをするとしたらスピードとスピンを、えー、優先する人はブラストで。 えー、ホールド感だったりとかボールの持ち上げやすさみたいなのが欲しい人、まあ、あとはラケットのパワーを少しこうセーブしたいような人にはハイパー G の特に太いゲージがいいのかなと思います、まあ、こんな感じでうまく選び分けてこうパフォーマンスアップにつなげてもらえたら嬉しいなというふうに思いますで今回紹介した、えー、ストリングですね、えー、RPM ブラストとハイパー G はえー、詳細なインプレご用意していますので概要欄の URL から、えー、ブログの記事の方もチェックしていただけると嬉しいですであとハイパー G はですねハイパー G ソフトっていうのが去年出たんですけれども、えー、無印とソフト打ち比べた動画っていうのも作りましたので、えー、そちらもよろしければぜひチェックしてみてください、はいえー、今後もこんな感じでいただいたコメントだったりとか 質問にどんどん答えていきたいと思いますので、何かあれば、えー、Twitter の質問箱や、えー、今回の動画のコメント欄に残していただければと思います。はい、今回は以上です。それでは。